どうも、バーンです。さて、先日来よりお伝えしているこの世界最弱のラジコン戦艦と銘打ったこのラジコン戦艦の一番最後の部品、ラジコン用のアンプがね、やっと届きました。と言っても、実は別の商品を別の商品っていうのはですね、全然注文して届かなかった商品にもう見切りをつけて、別の商品をね、Amazon で注文いたしました。そうしたら、わずか1日で到着いたしました。お値段は1100円。で、1ヶ月以上経って届かなかった Amazon の商品の値段は700円。ぐらいだったかな。ちょっと正確な数値、金額はうろ覚えなんですけども、まあね、とにかくもういつまで待ってもしょうがない、到着しない商品を待ってるよりかはもう、見切りをつけてね、1000円700円ぐらいのもんだったら再注文して、で今後もう一回この商品がね遅れて到着するかもしれませんけども、人生は一度きりなんでね。まあ、とにかく、これを装着していってみようというふうに思います。どんなものを買ったかって言ったら、もうこんだけのものなんですよ、アンプです。アンプっていうのは、ラジコンの、受信機のこの情報を、解析して、で、バッテリーからモーターに適切な、電流電圧を加えるというそういう商品です。それではね、装着していきます。もうね、準備万端でもうつけたらいいだけになってるんですよ。さあ、動くかなといったところではありますけれどもね。まず、アンプのこのピンですね、これを2番のところ、受信機の2番のところに入れるんですけれども、これどっち向きかって言ったら、まあ、こっち向きなんですよ。なんで書いたら、受信機についてはね、ちょっと別の動画で詳しく解説いたしますけれども、下の方からグランド、で、次が、プラス5ボルト、5ボルトかどうかわからないですけど、VCC、で、信号線というふうに決まってますんでね。まあ、とりあえずこうですわ。で、そっからね、一旦カット。はい、どうもです。でね、こちらに、さらに2本、バッテリーと、それからモーターのね、信号線があります。で、こちらがバッテリーです。バッテリーが、まあ、こうですね。で、モーターが、こうです。さあ、これで動いてくれるのかなと。もう一回ね、ちょっとね、火吹いたらダメなんで、使用を確認いたします。一旦カット。はい、どうもです。送られてきた商品の技術資料のようなものを一応ね探したんですけども、商品の、説明にはですね何の技術資料もないんですね。なので類似商品の技術資料をもとに確認しましたら、まあ一応、これでいけるだろうというところで、とりあえずね、動作確認をしていってみます。火吹いたら、まあ、パワーなわけですけどもね。でね、なんかね、スイッチがね、これとこれと2箇所あるんですよね。その、ピロンって出たスイッチと、あとそれから、この本体にもスイッチがね、あるんですよね。これをどう解釈したらいいのか。まあ、とりあえず、プロポの電気入れてみますね。おや？プロポの調子が悪いですね。あ、来た来た。
いつもにピピピピ言わないですね。まあいいや。じゃあとりあえず、プロポの電気入れました。あのプロポの電気入れたらね、マイクにノイズが入るかもしれませんけど、まあそれは、ご容赦ください。それではいきますよ。電源オン。サーバー動いてますね。ああ、来ないな。これ、あ、そうか、スイッチ入れてなかった。よし、行くぞ。やったね。プロポの前で風が来るかな。で後ろ、風が来るね。こっちは大丈夫やな。こっちはん、こっちが、こっち向きということは逆回転だな。こっちのモーターが逆回転ですね。あと、ラダーがノイズで揺れます。このぐらいはいっか。ラダーは効きますね。同時操作はどうだ。まあちょっとノイズでなぜかラダーが揺れるんですけども、まあ大丈夫ですね。こっちのモーターがね、逆回転ですね。このスイッチが効くかどうかちょっと試してみます。やっぱ効かないですね。このモーターの取り付けが逆なんで、ちょっとこれはね、配線ミスなんで、直していきます。あとこのアンプの本体にこれスイッチがついてるんですけど、ちょっとこれ何なんだろうな。ちょっと操作してみます。火吹いたらすいません。そしてなんなんだこの本体についてるこのスイッチは一体何なんだ。このスイッチを操作しても何が起こってるのかよくわからないですね。すいません。もしね、中華製格安アンプの、この本体のスイッチ、これが何を意味しているのかに、お詳しい方がおられたら、ぜひともコメント欄でご教授いただきたいと思うんですけれども、この辺の分野って結構未開拓な部分なんじゃないかなと思うんですけども、でもね、もし知っておられる方がおられたらぜひ教えてください。このスイッチは一体何なんだ。何の説明書もないんですよ、あの到着した商品には。で何互換とかっていう、それすらもよくわからない。とりあえず動きましたけれどもね、まあ、スイッチがね、2つになっちゃいましたけどね、これとこれと。いらなかったかもしれないですけどね。まあいいや。というわけで、とりあえずこの、こっちのモーターの正負が逆の問題については、ちょっと配線を見直していきます。一旦カット。はい、どうもです。今ね、配線が終わりました。さあ、動作確認していってみます。います。あれ、あ、そうか、電源入れてない。電気入れた時プレイパッパッパッ、どっかから音が出てますね。このアンプでしょうかね。ちょっともう一回確認してみますね。
このアンプですね。このアンプスピーカー内蔵なん？ほんまに？ん？この、受信機かな？すみません、受信機でした。はい、勘違い。それでは動作確認。はい、一応これでラジコンとしての機能は全て出揃ったはず。いよいよこれで明日テスト航行にこぎつけられそうです。まあ、細かいところを言うとね、このスイッチ、このスライドスイッチを、まあ、ほんまはこの船の外に出したいとかっていうのはあるんですけれども、まあ別にいいですよね。現場でこの蓋を、まあ、プラスドライバーで閉めればまあいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。はい、というわけで、一応これで完成ですね。本当に完成なのか、ちゃんとこれ動くんか、動くんかっていうか、動くんは確認したんですけども、このスイッチこのままでいいんかな。空中配線だぞ。まあ大丈夫でしょう。電気切ってあるね。それでは、まあ、これで蓋して、まあ明日動かすときにスイッチ入れて、で、ネジ止めして、でいよいよテスト航行になるわけですね。ついに完成、完成や。まずこれ電気入れてみ、電気入れてみ。で、ここのだよ、まだこれであかんない。ここの電気入れてみ、ここオンしてみ、いいからやってみ。だってスライドすんね、こう。まずこれで前進む、それはいい。それはトリムって言ってな、そうそう、これで前進むやろ、ほら。でこれで方向が変わる。じゃあどこまで電波届くかな、ちょっとリビングまで行ってやってきてみ、やってってみ。お父さん今リビングやでって言ってみ。さあどこまで電波届くでしょうかね。今どこや？どう？動いてる動いてる。そう。うん。すごいすごい。でもこれはどうなの？これは方向や。やってみよう明日な。まっすぐはこれ。そう。でも横に行ったら、でも横に行ったら、うん、ここでな、調節ね。こうやってやってみ。これね、16とかってあるやろ、これで調節ね。ほんなここが動くね、ちょっとずつ動いてるか。100まで行く。そうなの、それ以上行けへん、100までは。100行けた、うん、トリムですね、これね。ちょっと100行けた、元に戻して。あ、動いてる動いてる動いてる、発射、ロイ、よし、これで明日やってみよう。充電切る、はい、はい、というわけで明日やろう。充電切れるの早いな、うん、なんで充電じゃないや、これ電池や。で、一つ懸念されるべきことはですね、このアンプね、このアンプなんですけども、まあ、下手したらあと2つ届くかもしれないと。行方不明になっている配送中のやつが届くかもしれないということと、再発送になったやつが届くかもしれないっていう、その辺もね、
実際どうなるのかも踏まえて、もし届いたら動画にいたします。で、届かなかったっていうのを証明するのは難しいんですけども、1ヶ月後ね、1ヶ月経っても届かないんだったら、もうそんなん通販としてもうダメじゃないですか。それも含めてまだね、情報発信していければというふうに思います。はい、というわけで、一応自作船のラジコン一応ね、完成したというお知らせです。で、実際に、走らせてみて、で、どんな感触なのか、ここにね、GoPro マウントもありますよ、すでにね、というわけで、その模様はね、またお届けしていこうというふうに思います。はい、本日の動画は以上です。ではでは。これ別にやらせでも何でもないんですけども、